全日本マーチングコンテスト全国大会中学校小編成の部で8年連続金賞を受賞し、今年度は7度目の最優秀賞を受賞されました。また東京都中学校吹奏楽コンクールで金賞を受賞し、東京都大会へ代表校としても出場されていらっしゃいます。現在部員55名で活動。部のモットーは心は一つ。地域に根ざした活動を中心に毎日元気に練習をされていらっしゃるそうです。素敵な演奏どうもありがとうございました。また今回クラシック館のご協力をいただいたのはジャパンクラシックオートモービルの皆さんです。東京オリンピック開催にちなみ、1964年ゆかりの名所たちを集めパレードに花を添えていただきました。毎年4月には日本の道路の起点、日本橋の誕生日を祝う催しを開催されていらっしゃいます。今年は4月7日に開催されるということです。それではゲストの皆様、どうぞ席にお座りください。では特別ゲストの皆様がお揃いになりましたところで、ここで江戸胡蝶祭りオープニング、江戸胡蝶復活セレモニーを開式させていただきます。